これはちょっと入られるね、これは。これは残念ですね。この辺だけどね。白木古墳。全然行った道がないね、跡が。わかりませんか。これはちょっと入られんな。マウンドはあるんやけどね。入った跡がないね。いやはや、わかりませんか。見当たらんね。入った跡がないね。これ入った跡があってもちょっと入られんな。これじゃちょっと全然違う道にね、さっき止まってたよね、公園のところに。桜坂の上り坂やけどね、あの辺でナビしたすぐ横なんだけどね。はい、これは河内平野でございます。これは、お、ピールの塔か。お、ピールの塔見える。ワールド牧場でございます。この辺やけどね、なかなか入る道がないもんね。この奥なんだけどね、この奥の30メーターぐらいだね、この奥。20メーター、20メーター、10メーター、この辺やな。この辺ですね、どっか入られんかね。よし、ここや。10メーター分かりませんか。道ないかね、道は。この上ぐらいやな。どこから上がるとこないの。上がる道がないですかね。これは上がっとる家は上がっていや、上がってないね。この上あたりあるけどね。うろうろしとんねんけど、どこだ、見当たらんがね。宮田、宮田、どこでした。見当たりませんね。10メーターだ、この辺10メーターやけど、どこだ。上がる道がないからね。なんか言うた。はい、今トライしたけどね、桜が巻きついてね、崖から転落、残念でした。
ああ、10メーター着きました言うんやけど分からへん。弱くなってるからね。おお、こんなんですわ。今ちょっとタオル濡らしてね、汚れ取ったんやけど、間違いなくこの中ですわ。まあ秋こんなのはダメですよ、秋に入れないですわ。まあ場所は大体あの、この辺、この辺ここから10メーター上上がったとこかな。何メーターかな、こういう水を上がるんやけど、そこから10メーターって走ってるからね、だから歩いて20メーターぐらいあるやつね。なんか残念です、白木古墳。はい、もう今日やめときます。残念。なんかあの石碑なんか見れるらしいんだけどね、いけないね。そういうの聞いてきたんだけどね、残念。はい、ありがとうございました。今日は行きませんでしたわ。ああ、残念。